今日は、インジケーターのですね、プログラムの構成についてお話をしようと思います。前回まで、EA ですね、エキスパートアドバイザーについてのプログラム構成をお話ししましたが、今日は、インジケーターの方ですね、そちらの方をですね、やはり理解しておく必要がありますので、プログラム構成についてお話をします。まずこの、メタトレーダーのチャートのところのここに、カスタムインジケーターというのは書いてあります。で、これを開くとこういうふうな、最初から結構いろんなインジケーターがついてますね。これをの中身をですね、見ていきたいと思います。ですね、代表的なものとして、このバンズっていうのはこれボリンジャーバンドのことですね。あと、一目均衡表とか、MACD とか、ムービングアベレージ、移動平均ですね。ありますけども、代表的なものとして、このバンズ、ボリンジャーバンドを見てみます。で、これ、右クリックして修正とやりますと、これ開きました、開きました。こういうふうにですね、まずこのスラッシュ2本というのがこのコメントですね、プログラムの動作とは関係のないところがこういうコメントされてます。で、プロパティ、コピーライト、これは著作権ですね、これはメタクォーツですよと。で、リンクサイトはこれということで、ここは形式的なものと言いましょうかね、そういう意味を持たせているだけで、プログラムとは関係がありません。で、ここからです。で、プロパティのインディケーターチャートウィンドウって書いています。これはインディケーターをチャートウィンドウに表示しますという意味です。例えばここにカーソルを置いて F1 というキーボードの F1 キーを押しますと、ここに出てきました。例えば、今ですね、ここですね、わかりますでしょうか。ここですね。インディケータチャートウィンドウというのは、Show the indicator in the chart window ということで、これはチャートウィンドウ、ローソク足と同じ画面に表示しますよと。で、インディケータセパレートウィンドウというのもあるんですが、これは、Show the indicator in the separate window。これは、通常はですね、このチャート、ローソク足のウィンドウの下に、小さな横に細長いウィンドウが出てきて、そこに表示されます。その時はこれを使うと、そういうことになります。で、ボリンジャーバンドはもちろんローソク足のところに表示するので、このチャートウィンドウという設定をします。で、プロパティのインディケーターバッファーズ、これは何かというと、インディケーターとインディケーターのその値を使う場合にですね、例えば EA がインディケーターの値を使うんですけども、その時に、インディケーターの情報として3つの値を外部から取り出しますよと、そういう意味です。で、具体的にはどういうことかというと、ここに3つ、配列、変数の配列がここにあります。ムービングバッファーとアッパーバッファー、ローヤーバッファーというのがありまして、この3つを外部とのやり取りに利用するということを宣言しています。すなわち外部からですね、このムービングバッファー、これは真ん中ですね、ボリンジャーバンドの真ん中の移動平均の値のことですけど、それを取り出したり、あとは上のライン1本、下のライン1本を取り出すことができるということの宣言ですね。3個だけ使えるということになります。で、ここはインディケーターカラー、色です。色で、全部ライトシーグリーンという色を使っています。ここもですね、ここにカーソルを置いて F1 キーを押すと、このいろんな色が出てきます。ここに色を選ぶことができます。で、色を変えたい場合は、ここをですね、例えば、ダークスレートグレーを使いたい場合は、ここにカーソルを置いて、で、ドラッグして、これをコピーします。この右クリックでコピーしてもいいですね。コピーとしてですね、ここに貼り付けても良いですけれども、そういうような形で色を変えることができるということになります。で、イクスタンイントとイクスタンダブル。このイントっていうのは整数という意味ですね。整数、この変数は
バンズピリオドっていうのは整数ですよと。ところが、バンドデビエーションズっていうのは、これ2.0。標準偏差で2.0のラインのことですけど、これは小数点以下を使うことができると。小数点を持った変数ですよという宣言です。で、ここはイクスターがついてまして、イクスターがつくと、これは、外部から変更できる値ということで、例えばこれ、バンズをですね、この上に載せます。こうしてやります。そこに今のラインがこう出てますけども、これの外部から操作するというのはですね、この表示中の罫線分析ツール、これをクリックします。そうするとバンズが出てきて、バンズを編集した時にパラメータの入力っていうのが出てくるんですけども、この入力の欄に今の、これですね、ここが表示されますと、そういう意味です。エクスターンをつけることによって、この外部から操作できるパラメータ入力のところに今の変数が表示されると、そういう意味になります。で、この3つがこれ、外部から操作できる変数ということですね。で、この、配列3つというのが、この上で、示した、がこれも外部とやり取りできる、変数ですよと、そういうことになります。で、init というのは、これは前回の EA のところでもお話ししましたけれども、スタートがこれがですね、各ビ、あのビット値あるいはローソク足に対して、こうここだけが回っているわけなんです。ここだけのプログラムが何回も何回も走っているわけで、ここの init っていうのは、最初このプログラムを、このインジケーターを起動した時に1回だけ走るところなんです。スタートに入る前に1回だけここを走ります。で、その中でどういうことを言ってるかというと、インデックススタイルということで、このボリンジャーバンドのですね、ラインの形をここで決めています。で、これも同じようにカーソルを置いて F1 を押します。そうすると、インデックススタイル、いろいろですね、セットインデックススタイルの説明があります。で、最初インデックスですよと。なぜこの0っていうのは、どういうことかというと、これ0、1、2って書いてますけど、この順番です。ムービングアベレージが0です。アッパーバッファーが1番、ローヤーバッファーに0、1、2というふうにもう番号が決まってまして、この0、1、2に対する、ラインが、ラインを引かせるということの意味です。この最初の数字ですね。で、ここインデックスというのはこのことで、で、タイプっていうのがこのドローライン、ラインを引きますよと。じゃあ他にどういうものがあるかというのは、ここにタイプどういうものがあるかいろいろ書いています。ドロー、こうですね、今一番最初のドローラインっていうのが書いてます。これラインを引くということですね。ドローセクション。セクションというのは、ラインはですね、各ボリンジャーバンドのさっきのこの辺りのように、ただ単にラインを引いてるんですけども、セクションというのは、少し違ってまして、よくほとんど同じだったと思います。ちょっと変えてみましょうか。ここに、ここ今変えました。で、コンパイルします。そうすると、これが今変わったので、だ変わりませんね。セクションっていうのは、ほぼ同じような感じだったと思います。ちょっと私もラインとセクションの細かい違いはちょっと分かりません。ちょっと忘れましたけども、まあ同じような形になってますね。ということで、まあこの場合は同じということになりました。じゃあ他のやつを入れてみましょうか。どういうものが他あるのか。ここですね。このドローラインのタイプで、例えばヒストグラムは分かりやすいですね。これは例えば、MacD なんかでも、チャートウィンドウの下に別のウィンドウができて、そこに棒状、バーが横に並んだような形で、上がったり下がったりしているような表示ですね。
そういうようなものとか、です。これはただ単にあれですね、通常の自動売買なんかしたときに、これマーカーがここに出たりしますけど、その矢印のことですね。そういうようないろんなものがあるということです。で、ここに実はこの後にですね、もう一個、例えば、ダッシュっていうものがありますね。スタイルダッシュ。ダッシュをつけると、何が起こるかということを見てますと、これだけど、これですね。こうですね。ダッシュにするとこういうふうに破線になりました。これがダッシュのつけた場合ですね。今、ここでスタイルをライン、この場合ラインとセクション同じですけれども、ラインの後にもう一個、ラインにすると普通の実線が書かれるんですけども、これを破線にしたい場合はここにスタイルダッシュをつけると。そうすることによってこういうふうな、またこれですね、破線が出るということになります。これリフレッシュしないとですね、書き換わらないですので、今こういうふうにリフレッシュをするためにこの時間軸を変えましたけれども、時間を変えましたけれども、そういう意味です。そういうふうに、どこに何が、どういう意味かというのはですね、頻繁にこの F1 を押して調べていただきたいと思います。で、さらにこれ分かりにくければ、この中身を知りたければこれをクリックするとですね、いろいろ書いてあるということです。で、ダッシュとか、あるいはこれもっとやってみましょう、試しにスタイルダッシュドットドットっていうのがあります。じゃあここそうしたらどうなるかということで、2番目のやつにはですね、こういうものを入れました。で、コンパイルしてやって、で、ここをさらにもう一度やってみますけれど、これです。2点左遷ですね。真ん中が8線、上が2点左遷。というように、変えることができます。で、3番目は、普通のラインになってますね。交差ライン。ということの意味です。で、インデックス、ドロービギン。これは、開始点ですね。この線を引くときにどこから開始するかということですけど、一番端まで、すなわち元に戻ったときですね、一番こちら側、最初の、ところからですね、バンドピリオド。この場合だと20です。20本、ローソク足20本と、バンドシフト。シフトは0ですね。だから20本、後から弾き始めますよ。すなわち、この一番最初の、チャートのですね、ローソク足が始まっているところから20本は何も書かれないわけです。なぜならば、ボリンジャーバンドができないですから、20本揃わないことには。で、20本揃った後から書き始めると。そういう意味ですね、ここは。ドロービギン。という設定になってます。で、これを一番最初にイニットで指定しておいて、こういう書き方をしますと。これ一回指定したらもうそれで結構ですから、ここで、書いているわけです。で、その後スタートということで、これを各ローソク足ごと、あるいはビッドごとに、ティックデータですね。ティックデータごとにこれを実行していくということになります。そして、ここの中を説明していきますけども、これはまた次回にですね、また長いですから、まずは今日はここだけにしておきましょうか。ここの意味をですね、理解していただいて、自分でインディケーターを作るときにですね、参考にしていただきたいと思います。以上です。